こんにちは。XCOM キメラスクワッド、続きをやっていきますね。今回は、何だったっけね。あ、この重要ミッションね。これをやんないと、ここが5になっちゃうから。非常に難しい、だって。グレイフェニックスが、どうやって支援物資を調達しているのか。31死刑が手がかりをつかんだ。協力者から密かに提供を受けているらしい。なるほど。横流ししているやつがいるってわけか。よし、やるか。あ、だいぶなんか装備品をいっぱい持っていくことができるけど、お金がないから増やせないんだよな。グレイフェニックスは救援物資を盗み、なるほど。エイリアンの物資を横流ししてエイリアンの指示を、これ何、突入時に敵がダメージ1を与えるとか。きつくない？これゼファーでしょ、まあバージでしょ、ゴッドマザーにターミナルと、これ必ずダメージ1打っちゃうってわけだ。構成、あ、この人こいつしか狙えない。そりゃないわ。ここのアダーしか狙えない、この人。パラディーン。警戒。うわ、構成だよ、これ。リージョネア。こいつはまあ、あいつで行くからいいとして。驚愕。まあ、だから、こいつかな。こいつを、ちょっとレビテーションしとこうな。これでこいつの構成をキャンセル。警戒。驚愕。ちょっと当たりそうな人を。89か。66。ちょっと一人でも倒しておかないと。この人倒しとくか、持ち上げだけど。死んだか。警戒、ドミネーター、当たらんな。パイソン、よし、こいつを2しかダメか。うおー、死ぬ。マジで死ぬ。あれ、ダメージ1与える食らうってことだったけど、死ななかった、食らわなかったね。どういうことなんだ。よし、まず殺して、で、こいつに2番に攻撃されるから。2番に攻撃されるし、ここはちょっと一回逃げないとまずいかな。Transferring. Get a move on.サイキックディセーブル。まずい、スタンを食らってしまった。で、バージが、次がこいつでしょ。バトルマッドネスを使ってみるか。
こいつだな。よし。もう一回できるのか。そしたら他のやつをちょっと麻痺しておくか。ストゥーパー。よし。あ、狂乱状態が解除されてしまった。まずい。ん？大丈夫だったのかこいつ。大丈夫だったんか。パラディーンは麻痺してるけど、これ治る、治るあれだっけ。このドミネーターが厄介だからちょっとやっつけておきたいんだが。56か。あかんな。ちょっとここまで移動して、こいつをやっつけとこう。死んでないだと。あ、パラディンはもうスタンしてないとか。うおー、危ねえ。で、この人は、ゴッドマザーを回復させて、よし。で、もう一回、あ、狙えるやつがいいね。狙えるやつがいなかった。なにー。ゼファーはまだスタンしている。使えねえ。うわー、このマインドコントロール。ゲー。まずい、こいつこっちに攻撃するんじゃないのか。それでね、これをマインドフレイっていうのを使うとみんな気絶できるはずなんだけどね。ちょっとやってみるか。まず、もう一人ちょっとマインドコントロールさせて、うん、もう一人ちょっと、あ、外れたか。いや、この状態でさ、これ3人こうやってニューラルネットワークにつながってるでしょ。こういう状態でですよ、これをやるとみんな意識不明状態にするっていうんですよ。やってみようか。あれ？あ、ダメージは与えたけど、この人は意識不明になったけど、あ、全員一気に意識不明になるってわけじゃないんだ。あくまでダメージを与えるってだけなんだ。なんだ。全員一気に意識不明状態にしてくれるのかと思ったわ。ん？この人なんか、で、こいつちょっと倒しとかないとまずいんだよな。
こいつも倒さなきゃいけないんだけど、こいつだよな、やっぱり。でここまで行って、こいつを倒しとかないとゼファーのマインドコントロールが解けない。よし。で、これなんかバグってんだよな。なんかゼファーが動けるんですよ。ゼファーの順番じゃないのに。どういうことなんだろうね、これ。スキップされてたゼファーの順番が回ってきたってことなの？ちょっとよくわかんないんだよな、この辺。うおお、クリティカル。ターミナルが。ちょっと自分にヒットポイントを回復して、でこいつを撃ってもらうか。当たんねー。これで鎮圧できる？この人できるか。よし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 。It's not every day you crash a back alley wrestling match. What's reclamation policy on alley wrestling? You're still not to compete. Oh. Yeah, even with a mask. Should have read the fine print. このドクロマークの7とかって何？この、なんか意味あんの？この入り口を守っている非構成状態の敵すべてが驚愕状態になる。ああ、まあこれは絶対こっちの壁から行った方がいいわな。ゴッドでバーンズでしょ。ゴッドマザーのターミナルと。よし。ん？これみんな驚愕になるっていう話だったよな。パイソン。うわ、いっぱいいるな、多い。ちょっと多すぎない？敵。リージョネア。こいつのとこ行くか。まあここはちょっと当たるやつから順番にやっていきたいんだが、 100% 当たる。これもどうもなんか当たりそうにないな。当たんねー。こいつは当たるか。まあこいつちょっと、よしよしよし、一人でも攻撃しておこう。リージョネア、アダ、こいつな、当たんねー。終わった終わった。よし、移動力1、回避力。うわ、いっぱいいるな、おい。バーを相当する。盗まれた物資を見つけ出す。なるほどな。よし、これで死んでくれた。
ここは移動するよりもちょっとパリだな。よし、来ると思ったよお前。よし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 。で、次が2番がこいつだからこいつをちょっとマインドコントロールしてバトルマッドネスにして、こいつだな。でこいつを攻撃してもらいたい。外すなよもう。外すとか。そしたらもう一回は撃つか。よしよしよし、いいね。で次が2番。2番ってどいつ？こいつか。こいつだからまあちょっと前に出て、ちょっと前に出て、ゴッド姉ちゃんはちょっと前に出て、このパイソンか、こっちのドミネーターだよね。無理か。このね、なんだっけ、新しいスキル、ベンチレート、必ず命中し、目標が隠れてる遮蔽物を、これね、弾薬3を消費するから、弾薬なくなっちゃうんだけど、この子オートローダー持ってるから、1回は、リロードできる。まあ、これ使ってみるか。ベンチレートが、こいつね、次が順番だから。よし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 。3回攻撃できたってことなの？うおー、やばい。拘束された。で、ターミナルが、ちょっと回復して、拘束されてても回復はできるんかな？で、こいつを攻撃すると。もう高速は外れた？外れたね。よしよし。あれ、こんなやついたっけ？うおー、やばい。なにー。高速される。うおー、キャプチャーされた。ん？この2番のこいつ攻撃してこなかったのか。よし、攻撃してこいつをちょっと助けに行かないといけないから、まずい。この人リロードしないと弾がないでしょ。1回はリロードできるはず。次が2番。こいつ、まあ、こいつ攻撃するしかないな、これは。移動してから攻撃するか。いや、もう攻撃しよう。よし、あ、制圧にしとけばよかったで、ターミナルが、ちょっと回復して、で敵の動きなんだが、何もしてこなかったのか今どういうことなんだ。あ、ちょっと待てよ、これ使ってみるか。これどういう、
ああ、これ何？範囲、ここの範囲にいる敵みんな攻撃してくれるっちゅうんだ。一度の近接攻撃で隣接する敵全員を攻撃すると。で、ここに行って攻撃して、ここの位置に戻ってくるっていう。ああ、もっと使えばよかった。スプリンタリング。スタン状態。拘束は解除される。モーメンタムはパリーね。で、バージが、まあ、ここは鎮圧だな。よし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 。この先の部屋で物資を梱包し直している。サンプルを押収すれば。なるほど。このバージっていうのは投資能力があるわけ。セキュリティドア、この入り口にいる構成状態の敵が少なくなると。ちょっとこれまずいんじゃないの。最初にこの入り口を通ったユニットは武器が無効化されるって。これちょっとまずいんじゃないの。武器が無効化されたら、あれ？あれおかしいな。オートキーカードってターミナル、ん？ターミナルとバージン持ってたっけ？武器が無効化されるってまずいよね。どう考えても。突入時に。まあでもこっちに行っとくか。武器が無効化されるってなると、武器が無効化されてもいいバージン。え、この人でもあのセキュリティカード持ってなかったはずだけどな。どういうことなのかな。プラエトリアン警戒警戒。バーサーカーとかいるよ。プラエトリアンもいるし。ドイツをレビテーションにしとく。こいつを攻撃してもいいが。で、こいつは怠慢で。ゼファー、このバーサーカーっていうのがなんかいかにもまずそうなんだが。ちょっとこのとりあえずこの奥のやつだな。あ、違う違う違う。ちょっとこっちの方に行くとこいつだな。ここのドミネーターをちょっと。んで、あとは。とりあえず当たるやつを。うん、こいつ。とりあえず倒しとこう。外したとか。終わっとる、もう。当たれよ。こいつ一人はちょっとやっつけときたい。よし。デュエル。まずい。デュエルを誰に申し込むんだこいつ。ちょっと待って、このゴッドマザーがデュエルを
申し込まれたんだこいつに。まずいなこりゃ。バージそしたらちょっとこのプラエトリアンをどうにかしないと。バーサーカーに、バーサーカーにかけられないのか。こいつには 100% いくけど、こいつにちょっとかけとくか。外した。よし、この人スタン状態2にしたから次の攻撃が無効になるな。で、この人がゴッドマザーに命中率100で攻撃してくるって言うんでしょう。デュエルだからまずいよね、これまずい、これはまずい。早々にちょっと このエイリアンは精神攻撃をしてくるからちょっと厄介だからな。プラエトリアンをやっつけたいが、3番よし、こいつを。何？なんかアーマーがどんどん増えてってるんだが、あいつ外した。うおー、きつすぎる。うおー、何？まずい、ちょっときつすぎる。ここ今回ターミナル、ゴッドマザーをちょっと回復させないと。ちょっと狙えるやつからちょっと狙っていかないとな。3とかも。うおー、みんなやられる。No ammunition remains. よし、2人、今2人、もう1人ちょっと、もう1人あれ？この人しかできないのか。このバトルマッドネス、これって見えてる人しかできないのかな、もしかして。ダメやな。まあ、じゃあこの人をバトルマッドネスにして、
で3人ニューラルネットワークにつないだところでこのマインドフレアですよ。あ、死んだこの人、やっつけてくれたね、ここの人で、3人つないだところでこれでマインドフレア使えばここのアダーは死ぬでしょ、きっと。プライトリアンは死ぬかどうかわかんないけど、マインドフレイ、プライトリアンはどうだ。あ、プライトリアンもやっつけれた、ラッキー。これで2人意識不明にできた。で、ゼファーが、ここのパラディーンやっつけとくか。いけるな、これで。制圧でもいいかな。鎮圧。鎮圧だとね、倒せるかどうかちょっと微妙なところだから。やっぱりもう倒しとくわ。これで倒しといて。で、あとは敵一人だから、パリーにしといた方がいいよね。よし。で、ゴッドマザー。ゴッド姉ちゃんで。バーサーカーか。あ、リロードしなきゃいけないんだ。リロードして。当たるな。うおー、7ダメージ。ダメージがでかすぎる、こいつ。ちょっと甘。混乱も、あ、混乱は消えてないんだ。なるほどな。バーサーカー強すぎる。あ、倒したか。よかった。で、盗まれた物資を取り返す。まずい、増援が来るぞ。これは、こっちから増援が来るんだけど、これはゼファーで行った方がいいですよね。だけど、脱出する。ゼファーで行った方がいいから、ここちょっと準備にしとこう。準備ね。で、ゼファーで、ここに行って、よし。取り戻した。で、あ、ここか、脱出ポイントは。これはゼファーが餌食になるような気がするが、ゴッドマザー混乱してるけど脱出できんの？いけるか。まずい、来た。非常にまずい。ゼファーが死ぬ。でもこの突撃シーンの後いきなり攻撃はしてこないと思うんだが。あ、次でも2番が攻撃してくるよ。これ。まずいっすよね。2番でしょ。こいつをちょっとスタンだけでも刺しとかないと。で、撤収。撤収はポイント使わないんだ。で、1番でちょっと万一の時のためにこの子にセーフガードしておいて。
ットポイントを回復しておいて、で、あのポイントを与えるっていうの？即座にボーナスアクションを1は得られたけど、あ、これでもうこの子すぐ移動できるんだ。なるほどな。ここまでしか移動できない。まずいな。こいつに拘束されると非常にまずい。あ、撃ってくるだけでよかった。拘束されてキャプチャーされたらもう台無しだったからな。で、これでこの子は逃げるでしょ。で、あとターミナルだけだけど、撃ってくる。うわー、まあ撃ってくるだけならいいわ。拘束されたらすげえまずかった。撃って、う、まずい。あ、よかった。味方になんかバフを与えるやつで助かったわ。ん？ターミナル。よし、これで逃げて終わりだ。いやー、助かったわ。あ、拘束した5人の敵から情報20を得た。5人拘束すれば確実に情報20が得られるってわけなんだ。なるほどな。うん、集めた証拠。Excellent work. With their influence reduced, Gray Phoenix won't be able to operate in plain sight.次の任務を探せ。ん？なんだこれ。グレイフェニックスは非合法な武器を用いているが、その出所は明らかではない。そこで君たちのおもちゃ、非合法な武器。ん？これどっち？陰謀。どういう？次の任務。何なんだこれ。これこっちを選んだらさ、アーマーを削るのに十分な威力を備えている弾薬っていうのが我々ももらえる確率があるってことじゃないのかこれ。こっちのアーマーも削られる戦いになると思うけど、エイリアン拉致事件は、こっちにするか。被害者たちを、あ、ちょっとこれメインミッションが進んだっていうの？これ陰謀が。わからんなこりゃ。 So, your question from earlier. Before you got testy, うん、85クレジットを得たと。 I wasn't. Just ask your question. Could you read this word to me aloud? What in the world is a jabberwock?あ、フィールドチームの情報も得られたと。特殊作戦、またちょっとお金にしとくか。情報はいいわな。エレリウムでもいいんだけど、お金も十分。まあお金にしとこう。で、ファクトリーはまだあれだから、スティーマップで、うん、今度は誘拐になったのか。で、この社会
この封鎖、地区封鎖をやっとくか。ちょっと待てよ、どっち、これまだ選べないから、ちょっと待てよ、これまだ選べないから、次こっちかこっちをやんないといけないんだよな。こっちをちょっと封鎖しといた方がいいのかな。ストックの武器モッド、クレジットかストックモッドが、どっちを社会、どっちを封鎖するかだな。こっちを封鎖して、まあこっちを封鎖した方がいいかな。ここを封鎖して、で次こっちに行った方がいいかな。あ、その前にフィールドを、フィールドチームを作っとくか。保安にすると110も使うんだ。まあでもちょっと使っとこう。よし。で、で、ここかな。ミッション。放棄された技術貯蔵庫があるという噂は本当だった。現場には正体不明の一団が先着している。銃撃戦になることを覚悟しておいてくれ。おお、まあいいか。まあ非常に難しいをクリアできたから、まあいけるだろう。なんかいいあれが全然ないんだが。例外なく回避率が50上昇する。ユニットのターンがに敵に命中した攻撃がクリティカルヒットとなる。よし、ここをゼファーで、ここがバージで、これがゴッドマザーで、でターミナルと。よし、行くぞ。はしご？ Go, go, go. はしご兵か。はしごなのこれ。換気口じゃないのかこれ。で、ゼファーが、3体か。こいつはなんかすぐ狙えそうな気がするんだが、なかなか狙えそうにないやつを行った方がいいんだよな。こいつに行くか。ん、バーサーカー、驚愕、構成、リージョネア。この子をちょっと無効化しとくか。この人はレビテーションで無効化して、こいつを外したとか、もう勘弁してくれや。もうこれ当たったところでな。うわー、もうこれダメだ、危ねえ。うわー、やられる、外した、危ねえ。もうボロボロや今回。
全然うまくいかなかったな。よし、これでやってモメンタムよりはパリーにしといた方が安全だな。パリーで次この人が動くから、ここのドミネーターを Show them how you feel. Keep the focus on them.2番バーサーカーよし、 2ターンスタンにできた。いいね。何？やられ返した。大丈夫だったのか今の。どうなったの今のは。今のどうなったの。次が2番、こいつか。2番で、こいつでとりあえずここのパイソンを倒さないとな。81か。なんかいまいちやな。ここまで行けば命中率上がるだろう。これで倒してバーサーカーだ。パリーいいぞいいぞ、ゼファーお前に任せた。バーサーカーはお前に、バーサーカーは任せた。でこいつだな。 68% か。まあでもいいよ。よし倒した。これ何、この壁越しにも攻撃できんのこれ。よしよしよし。でパリーと、でバージはこいつか。よし、これででも気絶状態にすれば倒せるんやないのか。こっちをやっといた方がいいかな。よし、うん、まずい。マインドコントロールされる。ターミナルが抵抗した。よくやったな。これ抵抗、うん、よし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 。あ、終わった終わった。
拘束した2人の敵から 40% の、あ、なるほど。ああ、情報は得られなかったわ。くっそ。あ、強化ショットガンができたぞ。ミュートンのリーダーが2人いる。管理者ゼルが技術関係の担当。戦闘クルーチーフヤーボ。2人リーダーがいるっつうのか。ん？来た。元アドベントの？クルーチーフヤーボ。強化ショットガンが完成したと。But you are trying to do so. And? It is enough. 次の研究どうするかだよな。次の研究がフィールドチームこれ優先したとしてもまだ情報が足りないから、次サブマシンガンかな。これがなんだっけ、ターミナルの武器ですよね。これをちょっとやっとくか。55エレリウム、これターミナルの武器ね。よし。で、まあ、特殊作戦。うん、強化ショットガン買いたいが、高え。すべてのショットガンのダメージが1増加。たったの1回。1か。まあでも買っとくか。ストックオートローダー、命中率プラス5で武器庫。ん？あれ、これもう強化ショットガンになったの？あ、サブマシンガン。あ、もうこのゴッドマザーの武器はこれになったんだね。強化されたんだよね多分。ファクトリーが3で、次のマップが、あ、これまだ封鎖中なんだ。ちょっと待って、これなんか、ここまだ行けないでしょ？許されざるアルバイト。行方不明の情報者を探し出せ。お金と情報。まあこっちにしとくか。So, what will you do when you retire? Get a boat or something? You always ask. What about you? Oh, I'm not going. まあ社会不安低下できるな。Of course you will. You can't do this job. ちょっと待って、これなんか。It gets to you. ここ上がるよね。I know the odds. I have 5 years tops. Then a stray blast plasma flash fire. 次はどっちかこの操作上っていうミッションか、まあどっちかをやんないといけないな。エレリウムがもらえる流量調整っていう方がいいかなとは思うんだけど。そうするとこの社会不安を低下させる。あれを使っとかないと。
これがまだできないからね。これをちょっとここに使っとくね。で、あ、もうやっぱりこの封鎖のアビリティって2ターン2日ぐらいしか効果はないんだね。で、次この流量調整っていうミッションをやろうかな。まあでも今回はここで終わりにしますね。一回終わりにしますね。ご視聴ありがとうございました。